ゲルニカ。ゲルニカは、スペインの画家パブロ・ピカソが、スペイン内戦中の1937年に描いた絵画、及びそれと同じ絵柄で作られた壁画である。ドイツ空軍のコンドル軍団によって、ビスカヤ県のゲルニカが受けた都市無差別爆撃、ゲルニカ爆撃を主題としている。20世紀を象徴する絵画であるとされ、その準備と制作に関して、 最も完全に記録されている絵画であるとされることもある。発表当初の評価は高くなかったが、やがて反戦や抵抗のシンボルとなり、ピカソの死後にも保管場所をめぐる論争が繰り広げられた。ゲルニカは偉大な神が降りたとも言われる。1936年7月には第二共和世紀のスペインでスペイン内戦が勃発し、 マヌエル・アサーニャ率いる共和国軍とフランシスコ・フランコを中心とした反乱軍が争った。1934年にスペインを離れてフランス・パリに在住していたスペイン人画家パブロ・ピカソは共和国政府を支持しており、1937年1月にはフランコを風刺する内容の詩、フランコの夢と嘘を表し、後には死に添える同伴画を制作していた。 この同伴画でフランコは怪物の姿として描かれており、売られたい葉書の収益は共和国政府の救援資金となった。スペイン内戦中の1937年1月、共和国政府は在フランスのスペイン大使館を経由して、ピカソにパリ万国博覧会のスペイン館を飾る壁画の制作依頼を行った。 ピカソは依頼に対して明確な返事をしなかったが、スペイン内戦とは無関係のシュルレアリスム風の壁画を制作する予定だったとされている。1980年頃にパリのピカソ美術館で発見されたスケッチによれば、この構想は画家やモデルが登場する個人的な世界の描写だったが、後のゲルニカに含まれる太陽や女のイメージはすでに存在しいた。 4月半ばにはこの個人的世界の絵画に対して鉛筆とインクによる素描を仕上げていた。1937年4月26日にビスカヤ県のゲルニカがナチスドイツ軍によって都市無差別爆撃、ゲルニカ爆撃を受けると27日には数種の勇敢にゲルニカ爆撃の短報が掲載された。28日朝にはジョージスティアによる長い記事が タイムズに掲載され、この記事は世界各国の新聞に転載された。ピカソはこれらの過程でゲルニカ爆撃を知り、パリ万博で展示する壁画の主題に選んだ。この絵画の制作に先立つ数年間、ピカソは女性関係に翻弄されてほとんど絵を描かなかったが、この絵画では熱心に作業を行った。この絵画では終作を計45枚描くが、 一枚を除いて日付や制作順を表す番号が添えられ全45枚が保存されている。5月1日の午後に終作の制作を開始し、初日には青色のデッサン用紙に鉛筆で6枚の終作を描いたが、初日の終作にはすでに傷ついた馬、超前都市と牛、東華を持つ女などの主要な要素が登場している。また、戦争画には戦い。 爆弾、殺戮者などが付き物だが、修作から壁画の完成まで、このような加害者はついに登場することはなかった。5月2日は、カトリックの安息日である日曜日であり、普段なら娘のマヤと出かける曜日だったが、マヤのことも忘れて、作業に没頭した。この日は苦問する馬の表情を集中的に描き、それまでの十四枚の修作は紙に鉛筆で描いていたが、 初めてキャンバスに油絵具で修作を描いた。前日の修作では構成要素がほぼ静止していたのに対して、この日の修作ではあええだ馬が頭を折り曲げ、女は驚愕の表情を浮かべるという具合に変化した。この日までに構図がほぼ固まったが、ゲルニカ爆撃を直接的に示す要素は何一つなく、あくまでも絵画は爆撃の因縁という意味合いが強かった。わずか二日間で、 絵画制作は大きな進展を見せ、その後の一週間はほとんど何もせずに放置したが、命令の数日後には、スペイン軍部への嫌悪の意味を込めた、ゲルニカを制作中であるとす、声明を発表した。スペイン内戦開戦当初はピカソが、反乱軍の味方であるという噂が広まっていたため、自身の立場を明らかにする意味合いもあった。5月8日には、制作を再開し、 幼子のカの兼を抱いた女が初めて登場した。修作の制作中にも内戦の状況は刻々と変化しており、ピカソは共産党系のユマニテ氏で状況を把握しながら修作に修正を加えてった。5月9日は日曜日だったが2週連続でマヤとの外出をキャンセルして作業に臨んだ。この日の修作では女や幼子の位置がたびたび変化し、 それぞれの要素に関連性が持たせられ、立体感や明暗の対比なども意識された。前週の馬の造形を集中して掘り下げたように、9日には、このカバネを描く女単独の修作が、ペンで精細に描かれた。前週はほぼ正方形の白紙が修作に使用されたが、5月8日と9日の2日間は、横長の白紙が修作に使用され、獣王比は、 最終的な壁画の形状に近づいた。お牛の顔は人間に似通い始めて正面に向けられ、腕がちぎれた二人の女が登場した。夜の場面であることがはっきりと示され、最終的な作品に登場するすべての人物が出揃った。五月十一日の朝、パリロックのグランゾオーニュスタンにあるアトリエで、縦三百四十九センチメートル横七七七百十センチメートルの キャンバスに向かい始めた。それまでピカソはモデル以外とは制作過程を共有せず、制作途中の作品を撮影したことはなかったが、助手役を務めたドラマールは様々な段階でキャンバスの写真を8枚撮影し、時には制作中のピカソもカメラに収めた。11日に撮られた1枚目の写真では、中作の段階で右端にいた女は左端に移され、 右半分には三人の女が加えられ、この日のうちに巨大なキャンバスはある程度要素で埋め尽くされた。巨大なキャンバスに向かいながらも修作を描くことも続けていた。特に女の頭部と王子を頻繁に描いており、女の頭部は1937年10月26日に完成する泣く女に結実しているとされる。女子はドラ一人だったがアトリエを訪ねてきた。 マリー・テレーズとドラが鉢合わせし、抗論や小付き合いをしたこともあった。5月13日に撮られた2枚目の写真では、太陽に似た継承が出現し、画面が黒く塗られ始めた。5月16日から19日頃に撮られた3枚目の写真では、馬の顔や兵士の向きが変更され、前景の人間は女と兵士のバネのみに整理され、 選手の拳の位置にも変化が加えられた。当時は、突き上げた拳がファシストに対する反戦のシンボルとして、世界に広まっており、当初は選手が右腕を突き上げていたが、政治色を弱めるためか体の横に伸ばされた。太陽のような形承は押しつぶされて、アーモンド型になり、お牛の目の前に三日月に似た形象が出現した。5月20日から24日頃に撮られた4枚目の、 写真では、それまで頭を垂れていた馬が頭を起こし、鼻光を開いて、号機を示した。三日月に似た継承は消え去って時間帯が曖昧となり、色や模様のあるコラージュが貼り付けられた。5月27日頃に撮られた5枚目の写真では、コラージュが取り去られたが、6月1日頃に撮られた6枚目の写真では再びコラージュが試みられた。 6月4日頃に撮られた7枚目の写真では再び、コラージュが剥がされ、兵士の人間性が失われて、石膏像のようになった。完成時に撮られた8枚目の写真ではアーモンド型の光源の中に電球が描かれた。ピカソは絵画をスペイン共和国に無償で寄贈する予定だったが、5月28日には在フランスのスペイン大使館員が来訪し、 材料費という名目で15万フランを受け取った。制作末期の作業過程は半然としておらず、何度も背景の色調の修正、灰色の上塗り、馬の体への線の書き入れなど、細部の修正を行った。この際にはドラの手を借りているが、ピカソの作品に本人以外の手が加わったのはこの絵画が初めてだと、される。仕上げとして、右端に、 半開きの扉を描いたが、それ以降も、微修正を続けた。6月4日頃には、絵画が、ほぼ完成したとされ、6月6日には、スペイン人詩人のホセ・ベルガミン、スペイン人学者のフアン・ラレーラ、イタリア人彫刻家のアルベルト・ジャコメッティ、ドイツ人画家のマックス・エルンスと、フランス人詩人のポール・エル・アールとアンドレ・ブルトン、イギリス人画家のローランド・ペンローズ、彫刻家のヘンリー・ムーアが、 アトリエに来訪し、ドラ以外に初めて絵画を披露した。絵画がアトリエから万博会場に搬入された日付は不明だが、1937年6月末には、スペイン館に絵画が運ばれ、入り口から見て、右手の壁面全体に絵画が掛けられた。なお、スペイン館の3階には破壊された、ゲルニカの写真が展示され、また、フランス人詩人のポール・エル・アールによる、 ゲルニカの勝利という詩が掲げられた。写実的な絵画を期待していた関係者の中には、より目立たない位置に移すことを計画した人々もいたが、ピカソの名声を考慮して、万博閉幕まで入り口ホールに掲げられた。7月12日には、スペイン間の完成披露宴でこの絵画が公開された。前衛芸術家や一部の知識人を除けば、絵画の評判は今一つであり、 深刻化するスペインの危機を視覚的に表現していない、ナチのひどい犯罪の真相を誰にでもすぐにわかるように、描いていないなどの批判が聞かれ、新聞などで絵画が取り上げられることはなかった。スペイン間の会館が、パリ万博自体の会館より遅れたこともあって、公式パンフレットにこの絵画が記載されることもなかった。しかし、スペイン人美術評論家のジャンカスーは、 とてもスペインな絵画であると評価し、スペイン人詩人のホセ・ベルガミンは、祖国の本質を反映して体現していると評価した。クリスチャン・ゼルボスは、カイエダール氏の〇〇一冊をこの絵画の特集に、当、ドラの記録写真と共に取り上げた。万博閉幕後の12月には、フランス人建築家のルコルビュージエが、ピカソの壁画は見にくいばかりで、見る者の心を耐えさせると、 政治的な理由ではなく、美学的な理由で絵画を批判した。閉幕後には展示品の大半が回路で、バレンシアに送られたが、共和国政府は、反乱軍の攻撃に対する対応で、手一杯であり、ジョアン・ミロの絵画の彫刻など、積み荷となった美術品の多くが紛失した。共和国政府の所有物であるはずのこの絵画はなぜか、スペインに送られることはなく、アレクサンダー・カルダーや、 ジュリオ・ゴンザレスなど、パリ在住のの芸術家の作品同様に、パリにあるピカソのアトリエに送り返された。1938年1月には、スカンディナビア半島で開催された4人展に絵画を出展したが、ここでは賞賛の対象にも、部別の対象にもならなかった。1938年10月には、ロンドンの展覧会に出展し、収益をスペイン共和国政府に送金した。 美術評論家のロジャー・ヒンクスはピカソが絵画に知的遊戯や統制風ガラクタを持ち込んだと意議を唱え、美術史家のアンソニー・ブラントはピカソがスペイン内戦の複雑な真相を理解できていなと批判した。スティーブン・スペンダーや美術批評価のハーバート・リードは批判者に反論し、スペンダーはこの絵画が傑作かもしれないと指摘した初の人物である。この頃には、 共和国軍の敗戦が濃厚となっており、年を越した1939年3月31日には、フランコ独裁政権が誕生した。1937年12月、アメリカ芸術家会議は、共和国支援のために、ゲルニカ展を企画し、この展覧会は、約1年半後に実現した。1939年5月には、絵画が、アメリカ合衆国に送られ、 ニューヨーク、ロサンゼルス、サンフランシスコ、シカゴでの展覧会に出展された。すでに、スペイン内戦が終結していたこともあり、アメリカでは、内戦の悲劇の象徴ではなく一枚の現代、美術作品捉えられた。ゲルニカ展のオープニングには、エレノア・ルーズベルト、ファースト・レディ、実業家、ダブリューアベレル、ハリマン、政治家、ジョージア・オキーフ、芸術家、ソーントン・ワイルダー、 劇作家などが出席した。美術評論家のエリザベス・マコースランドはピカソが孤立から社会との連帯に転じたことを象徴する絵であるとしたが、美術記者のエドウィン・オールデン・ジュエルは現代美術に侵入しつつある異質な意図の典型だとした。鑑賞者の賛否は分かれ、スペインの孤児を救援するための収益は少額にとどまった。1939年9月には、 第二次世界大戦が勃発したため、ピカソは絵画を戦場に近いフランスに戻すことを躊躇し、そのままアメリカ合衆国のニューヨーク近代美術館に保管された。1940年から1942年には、ピカソの開古展がシカゴを筆頭に、アメリカ合衆国内の10カ所で開催され、展示作品には必ずこの絵画が含まれた。 1953年には第二次大戦開戦後初めて海画がヨーロッパに戻され、ミラノで開催されたピカソの回顧展に出展され、反戦平和のシンボルとして朝鮮戦争の虐殺、1951年と共に並べられた。1954年にはブラジルの回の顧展に、1955年夏には18年ぶりにパリに戻って回顧展に出展された。 1937年の初公開時とは異なり、回顧展の最重要作品として、パリ市民に称えられた。ピカソ自身は1955年の夏中ずっと、ニースに滞在しており、このパリでの回顧展の際も、また死去するまでにも、再び絵画を間近で見ることはなかった。1955年秋から1956年には、ブリュッセルとストックホルムに加え、ドイツのミュンヘン、 ケルン、ハンブルクで展示された。ドイツ国民は、主題の奥に潜むドイツ空軍を意識することなく、現代アートの傑作として鑑賞した。1957年には再び、アメリカが衆国に戻ると、3カ所で展示された後に、ニューヨーク近代美術館に戻り、1958年以後には、幾度もの修復作業がなされた。1968年には、 フランコ政権で副首相を務めるルイス・カレーロ、ブランコが美術庁長,長官に手紙を送り、絵画がスペインの財産であること、スペインへの返還をニューヨーク近代美術館に申し立てるう求めた。1969年には美術庁長,長官が絵画のスペインへの返還を求める声明を出し、フランコ自身がそれを望んでいると付け加えた。ニューヨーク近代美術館は ピカソの意思を尊重するとし、ピカソ本人は現時点では、絵画がニューヨークに留まること、スペイン人民の自由が確立した時点で、スペイン政府に返還することを希望し、1950から1960年代のスペインでは、独裁政権に対する抵抗の印としてこの絵画の複製を飾る過程が多く、バスク地方では、それが特に顕著だった。 1960年代後半のアメリカ合衆国で、ベトナム戦争参戦が誤りだったという論調が、数星を占めると、改めてこの絵画の様式が注目されるようになり、反戦のシンボルとしてデモなどに使用された。アメリカ軍によるベトナムでの残虐な軍事行動が報じられると、一部の美術家や著作家たちは、自国が絵画を手元に置いておく権利がないと考え、 1967年には約400人の美術家、著作家が、1970年には256人の美術家、著作家がピカソに対して絵画の撤去を要請する運動を行った。1973年4月8日、ピカソはフランスのムージャンにある自宅で死去した。1974年2月にはアーティストのが赤色のスプレー缶で落書きを行う事件が起こり、 これ以後の展示中は常に絵画のそばに監視員が配備された。1975年11月20日にフランコが死去し、フアンカルロス一世が国王に就任して民主化への移行期を迎えると絵画のスペイン返還を求める声が高まった。1977年には民主化後発の総選挙が行われ、その後成立したスペイン国会では、 絵画の返還を求める決議案が可決された。1978年、スペイン・アメリカ合衆国の両国政府は、絵画がスペインに移送されるべきであるという判断を発表し、スペインではピカソが名誉館長を務めたマドリードの国立プラド美術館、絵画の主題の対象地となったゲルニカ、ピカソの出生地のマラが、ピカソが青年時代を過ごしたバルセロナなどが、 絵画の受け入れ先に手を挙げた。マドリード、バラが、ゲルニカの各市長とバルセロナのピカソ美術館館長をゲストに行われたテレビの討論番組では、絵画の受け入れ先をめぐって白熱した議論が繰り広げられた。政治状況の不安定さに加え、遺産相続者間の形争も問題だったが、1981年には、ようやく絵画のスペイン返還が決定した。特に、 バスク地方ではこの絵画をバスクの受難と解放のシンボルとみなし、バスク州は熱心に絵画の展示を希望したが、9月10日にマドリードのプラド美術館別館、カソンデルブエンデティーロに運び込まれた。スペインでこの絵画は、古国の土を踏んだ最後の亡命者とされており、最も保守的でフランコ独裁政権との親和性が強かった ABC 誌でさえも、社説で同様の論調を示した。 西側諸国では絵画のスペイン機関が大きく報じられ、日本では朝日新聞が五段抜きの見出しで最も大きく取り上げた。絵画の搬入に合わせ、別館は温度、湿度管理装置、爆発物検知装置、ラジオとテレビによる監視システムなど様々なテロ対策設備が加えられ、さらに直接攻撃を防ぐために絵画は防弾ガラスで覆われた。 絵画は展示室の中にある密封状態に近い小部屋に設置され、時期を取りの保安カードを持った人間のみが小部屋に入ることができた。プラド美術館のホセ・マヌエル・ピタ、アンドラーデ館長は本館での展示を希望していたため、スペイン政府がこのような形態での保管を指示したことに不満を示し、直ちに館長を辞任した。10月25日、ピカソの生誕100周年記念日に、 一般公開され、45枚の集作すべても、プラド美術館で展示された。1992年9月、マドリード市内に、国立ソフィア王妃芸術センターが開館すると、絵画は、コレクションの目玉として、プラド美術館から、ソフィア王妃芸術センターに移された。10年間絵画を保管してきた、プラド美術館のフェリペガリン館長は、この絵画は大変重要な作品だが、 プラド美術館の歴史的なコレクションとは必ずしも馴染まないと語った。10年前に絵画の受け入れを希望したバスク地方は、このマドリード市内での移動に不満を示した。プラド美術館でも、ソフィア王妃芸術センターでも、絵画の破壊行為が起こったことはなく、1995年には防弾ガラスが取り除かれた。同時に展示室内から展示室の側壁に移されたため、 鑑賞者が正面から絵画全体を見ることはできなくなったが展示室内に鑑賞者が溢れて身動きが取れなくなることは避けられた。絵画の両脇には非武装の警備員が配備されているが絵画まで4メートルの距離まで近づくことができる。1992年の開館当初のソフィア王妃芸術センターはこの絵画を除けば凡庸なコレクションであるとされたが1997年には フラド美術館の入館者数を上回り、スペインで最も入館者数の多い美術館となった。1992年にはバルセロナオリンピックに合わせた文化行事のためにバルセロナが1995年には第二次世界大戦終戦50周年にちなんで日本政府が1996年にはピカソの大開古展を開催するフランス府が 1997年には、ゲルニカに近いビルバオに開館したビルバオグッケンハイム美術館が2000年には数十年にわたって絵画を管理していたニューヨーク近代美術館が絵画の対応を希望したがソフィア王妃芸術センターはすべての打診を拒否した。1995年から1996年にかけて日本の京都国立近代美術館と東部美術館でピカソ、 愛と苦悩から、ゲルニカへの道と題したピカソ展がやれた。この絵画に関連する、闘牛、卓球、ミノタウロス、女、アトリエの5本柱で構成され、この絵画に関しては、原寸大のポラロイド写真複製が展示された。1997年10月、グッケンハイム美術館開館記念式典に、フアン・カルロス一世国王夫妻が来賓した折、建物を設計した。 アメリカ人建築家のフランク・ゲイリーは絵画が本来あるべき場所がグッケンハイム美術館であることを国王夫妻に示唆した。パリ万国博覧会のスペイン館を飾る壁画を意図して制作されたこともあり、絵画は縦 349cm 横 777cm の横長の大作である。キャンバスに工業用絵の具ペンキで描かれ、ペンキは 油絵具よりも乾きが早く作業効率が高いため、1ヶ月弱と対策にしては短期間で描き切ることができた。ペンキの使用は後に痛みの要因となっている。当時の絵画としては珍しく、モノクロームで描かれているが、各部分の修作や後のタペストリー作品は、彩色が施されている。ピカソはこの絵画の制作と並行して何枚もの修作を描いており、 泣き叫ぶ女だけを独立した作品にした泣く女という絵がある。第二次世界大戦後、ピカソはこの絵画と同じ図柄のタペストリーを三つ制作しており、その一つはニューヨークにある国際連合本部の国際連合安全保障理事会議場前に展示されている。日本の徳島県鳴門市にある大塚国際美術館には絵画の実物大のレプリカが置かれている。 中央に大きな長方形、左右に小さな長方形と、画面は3枚の長方形からなり、中世の教会に飾られた三連祭壇画を連想させる。右側の長方形には3人の女が描かれている。左上の女は塔下を手に窓から身を乗り出し、右の女は燃え盛る家から落下、もしくは爆発によって吹き飛ばされてしており、左下の女は中央に駆け寄っている。 左側の長方形には女とお牛が描かれている。女はこの飼い猫を抱えて泣き叫んでおり、お牛は女を守るかのように立っている。中央の長方形には馬と戦士が描かれている。馬は槍で貫かれて頭を髪型に突き出し、戦士は折れた剣を握りしめて死んでいる。中央の長方形は大きな三角形で仕切られており、その頂点には 女が持つ灯火が配置されている。三角形の左斜線は馬の首元から馬の右足や戦士の腕で構成され、逆側の斜線は駆け寄る女の体で構成されている。灯火の左脇には目のような形の光源があり、その左下には髪型に羽ばたきながら口を開けている鳥が描かれている。色彩はモノクロームに近いが無色に近い灰色。 紫みがかったり青みがかった灰色など、様々な色合いの灰色が用いられており、光と闇の効果を高めている。要素は単純な形態で描かれ、絵画の普遍的性格を強めている。三劇の主要な要素は中央の三角形に集められているが、これはキリシア神殿建築を連想させる。画面全体には中世の三連祭壇画と、 ギリシア神殿建築という二つの異なるの影響を見ることができる。左手のテーブルと右手の扉で屋内を連想させるが、同時に右手の屋根瓦や窓で屋外をも連想させている。また、太陽のような光源で昼を連想させるが、女が持つ10日で夜をも連想させている。このような設定で時間や空間の超越を表現しており、 画面構成で明らかになった的性格をさらに強めている。一般の人々以外にも、この絵画は多くの芸術家に影響を与えている。戦後のフランスに起こったアンフォルメルの画家たち、ピエール・スー・ラージュなどはこの絵画の規模や多義的な性格に影響を受けたとされている。また、ニューヨーク近代美術館で展示されていた時期には、スチュアート・デイビス、アーシュル・ゴーキー、 ウィレム・デ・クーニング、ジャクソン・ポロックなど、アメリカ合衆国の抽象表現主義画家の多くが、この絵画に影響を受けたとされる。1980年代には、ドイツのアンゼルム・キーファーが描いた、歴史画、イギリスのギルバート・アンド・ジョージの作品。1990年代には、ビルビオラの三連画などにこの絵画の影響が見られる。2000年代には、 ドイツのなどにもこの絵画の影響が見られるとされる。影響を受けた日本人画家では岡本太郎が代表的だが、藤田つぐのアッツ島の玉砕などにもこの絵画の影響が見られる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。